Dynamite type rules. Standard type dynamite. これがあなたが攻略するビルです。そしてこれがビルの一部、マップです。これを一つの単位として攻略していきます。これがあなたが使用するアイテム、ダイナマイトです。スタンダードタイプダイナマイトはすべての攻略の基本となります。ダイナマイトのシルエットは全部で5タイプあります。ダイナマイトには様々なシルエットや機能がありますので、的確に選択してください。設置するときには回転させることもできます。すべてが決まったら決定ボタンを押します。設置したダイナマイトのシルエット通りにブロックにダメージを与えることができます。上下方向に挟まれたブロックもまたダメージを受けます。これをハサミ効果と言います。またハサミ効果の及ぶ範囲は1ブロック間のみです。さらに同じようにダイナマイトを設置して、すべてのブロックをダメージ状態にします。ただし、一つのマップで可能なダイナマイトの設置回数、ターンと個数、ダイナマイトには上限があります。You failed. できるだけ少ないターンとダイナマイト数でクリアを目指してください。You cleared. そのマップの任務は完了しました。あなたが熟練者になったら、最小ターンとダイナマイト数に挑戦してみてください。Thank you. Dynamite type rules. Standard type dynamite.
Try some more. Try again. You failed. Try some more. Try again. Some more. Try again. Try some more. Try again. Try some more. Try again. You failed. Try some more. Try again. Try some more. Try again. You failed.
Try some more. Try again.